The sky is absolutely on fire here in Mifune. And today we're talking about Manga Bito on Gaijin Guy. Hey guys, I'm walking into the Morino warehouse where Mr. Hashimoto keeps the collection for Kumamon, which numbers in the tens of thousands of comics. Let's take a look. まず名前と職業を教えてください。はい、橋本博史、熊本県にある甲子漫画ミュージアムの館長をしています。1948年生まれ、72歳です。70年間漫画を読み続けて、一度も漫画を手放したことがないですね。いつの間にやら漫画が山ほど溜まってしまって、まあこのご覧の通りの状況に。どこかでもうそろそろ真面目に仕事しようかなと思った時期はあるんですけど、いや何回もそういうチャンスありました。一番協力的だったのは中学3年の頃ですね。高校受験があるので漫画をもうやめなさいと。その頃少年マガジンが創刊されて何年かで、マガジンさんで、それからキングが中3の頃に発行されて、それを全部並べて毎日もうそれを繰り返し読んでたんでね。それを見た親がもうこれはいかんということで、受験に差し障れるということで全部捨てちゃったわけですよ。それがなかったらおそらく漫画からもう離脱してたでしょうけどね。親から捨てられたことがきっかけで全部集め返してやろうと思いここに立ったのがまず。その次にやはり社会人になって、もういい加減漫画をやめなきゃいけないというのが20代の後半ぐらいですよね。ただ少年マガジンとかこの辺は20代になってもみんな買ってたんですよね。少年マガジンはもう少年とは名ばかりで、まあ、青年誌になっていたので、でだんだんこの話がずれてきたので、もうそろそろマガジンを手放そうかと、やめようかと思ったら、マンガアクションという雑誌と出会っちゃってですね、小鶴狼とか、はい、ルパン三世とか、はい、ああいうのが載っている雑誌にシフトしちゃって、でさらにガロとかコムとかが出ちゃったのですからね、結局この時もちゃんと我々の世代にぴったしの媒体ができたということで、この時にも漫画離れをし損ないました。まさにこの漫画はマスの量で勝負する頃ですから、はい、読者がいっぱいいれば出版社もいっぱい本を作ってくれるんですよね。で我々ベビーブーマーというか先段階世代なら非常に数が多いですから、まあ、戦後の漫画誌というのは我々の世代のためにずっと動いてきたことがあって、最初は貸し本、赤本の頃が幼稚園から小学生の初めぐらいで、貸し本が中学高校ぐらいまで、うん、そして雑誌の時代、月刊雑誌、そして少年週刊誌、そして、青年誌で単行本とも、今言ったのは全部そのエポックが10年おきに繰り返されるんですけど、その度ごとに見事に我々のニーズに応えた媒体が次から次に生み出されたものだから、結局手放せなかった。じゃあ、出版社の狙い通りに。そう。ただ出版社の狙いはさすがにこの世代になって漫画を読んでる人たちは少ないんですよね。だから出版社が今雑誌が売れないだの本が売れないと言ってるのは、我々の世代に代わるこの強力なマスのマーケットがなくなっちゃったのが一番大きな困りごとでしょうね。そこで今赤本と貸本の話は出てたので、はい、赤本は自分はどこで手に入れたんですか？赤本はですね、私が住んでいたのは熊本市の、まあ、元の中心地と言われていた新町というところなんです。新町商店街というのがあって、
そこに今熊本で非常に人気のある植木市というマーケットがもともと新町で起こる、はい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 、新町の新取町商店街ではこの年に何回かそういう大きな露天市があったんですよ。露天市に、まあ、むしろを敷いてそこに漫画が並べてあるわけですよ、うん、これが赤本ですよ。ですから見たことがないような作りの悪い本が山ほど、どこの出版社かわからないような、でも当時は漫画に植えてましたから、それを買いました。そういう位置で売ってる人たちはどうやって手に入ってんだろうね。まあ、あいや、まあ、ああいうのはもともと大阪が中心なんですね。大阪の抹茶町という、まあ、お菓子問屋で作った駄菓子屋向けの漫画なんですよ。駄菓子屋のおまけみたいなものですね、はいはい、でそれを一回流通したらもうほとんど再流通することなくゴミとして集められているのを、はい、まあ、いわゆるバタ屋と今でいうちり紙交換屋みたいなのを集めて、それをいろんなところが引き取ってきたのでですね、漫画専門店にもなんか漫画っぽいものがあるから並べてを売ってみようという、そういう明確な流通ルートがあったわけではない。だからめちゃくちゃですね、何でもある、倒すのような状態だから面白いんですよね。そうね、やっぱそういうある程度こう表現の自由にもつながるよね。もうテーマは誰もこれはダメっていう人が少なく、もう規制なんかないと思ったがいいですよね。もう書きたいように、しかも作者の名前もわからないし、値段がついてたりついてなかったりで、薄いんですよ基本的にはですね、赤本っていうのは、まあ、20ページぐらいですかね普通はですね、ま、丸写しがもうトレースだらけ、うん、ちょっと手塚っぽい絵とか、はい、まあ鷹の湯してる風とかですね、はいはい、まあ、当時人気のある漫画のそのままパクリ、著作権なんていうのはそういう発想がありませんから、新宝島のなんか嘘棒みたいなそういうのパクリ本もやることありますよねあれはやっぱ異常に売れたからですよね。 あれはもう赤本の分類に入れていいものかというぐらい、ちょっと本も厚いし、はい、出来もいいのでこれで高すぎるんです。赤本っていうのは大体ほとんど9割ぐらいが蘇生乱造という、まあパチモンの宝庫ですけど、はい、これの1割にやはり、これは次の世代を担う人材がここで育ったなというような、非常にこの迫力のある絵を描いている人とかね、ストーリーとか小回りとか、それは赤本の中でこういろいろ調べてみるとそれを探す楽しみがありますな。なるほどね。日本はもうある程度今研究が進んでいるんですけど、赤本はまだまさに先カンブリア紀の生命爆発みたいなもんですね。うわーもうとにかくどこで何が出たのかすら把握できないぐらいにわっと出てパッと消えたと。そこも10年も経ってないんじゃないですかね、その赤本時代ですね。もう本当に出版なんかしたことのないような、流通なんかに載せたことがないような出版社が、だから売れたらですね、まあ、ギャンブルですよね、はい、当たったらなんか面白そうな作品、まあ、紙芝居の流れを組んでる、ものが多いんじゃないですかね。借りられてない貸し本って何ですか。まあよく言われるのは、水木しげるの作品っていうのはほとんど借りられてないんですよね。悪魔くんとかいうのは、まあ芸能に覚えてドラマでも出てきましたけど、人気がなかったんですよ。まあ一つは親の影響ですね。パッと見て非常におどろおどろしい家が出てきて、主人公もなんかとても怖そうな、こんなのを読んじゃダメと親が圧力をかけて読ませなかったというのもあるし、やっぱり当時の水木は怖い絵を描いてましたから、やっぱりまず作品として鷹の湯してるとか横山がしてるとか手塚治虫風とか、ああいう丸っこい絵だったら、まあ、いかにも漫画、はい、ああいうのはすぐ借りられて手に入らないんですけど、まあ私は菓子屋に行ってそういう誰も借りてない作品を発掘するのが好きで、水木しげるはそういうことで誰も借りてない時によく
借りて読んでましたね。特に悪魔くんとか、それで知ったようなものですよね。貸し本コレクターは、どうやって、貸し本は一般的に売ってるものじゃなくて貸すものだったから、どうやって買えたんですかねっていう話が。はい。貸し本の大体発行部数っていうのは、平均して2、3000部なんですよね。で、これが、まあ、出版社から出されて、これがずっとあちこち転々として回っていってるうちに、本がもうかなり傷んでしまうわけですね。でそうなると、貸し本屋の、まあ、一番流通の末端あたりでは、もうこれを処分してしまう。捨てるぐらいだったら、誰かにあげようということで、貸し本屋がまだ営業してる時に結構本を売ってたケースもありました。特に雑誌はよく売られてましたよね。で、貸し本もボロボロになったもの、つまり人気のあった作品っていうのは、そういう形でどんどん流れていったし、それから貸し本時代っていうのは昭和40年ぐらいにはもうほぼ日本中から見えなくなるんですけど、営業をそのままやめて、そのまま本が残っている。そういうところがいっぱいあって、これを発掘していくマニアがいたんですよね。自分ですか？私も含めてね、ライバルは一番、熊本で一番のライバルは米沢義弘というコミケの創設者とか、それから私より一個上の梶尾真嗣とかですね、SF 作家になった人たちはよく貸し本屋でバッティングしてましたね。先行かされたとか、水切りでやられたとかね。だいたい集める作家が決まってんですよね。で、ただそういう人たちにあんまり人気がなかったのが小島豪石でですね。小島豪石のロマンシリーズとかいうちょっと女性向きの、これはあんまり人気がなかったんだけど、一般にはですね。女性には人気があるんですよね。あ、だから橋本さんのコレクションに階段とオール階段。ああ、そうそうそう。あったんです。誰も見向きもしないと。で、特にその典型的な例で言えば、私の最大のライバルはマンダラケなんですよね。で、熊本はさっき言った貸し本流通の一番、一番出口のところ、いわゆるとどのつまりという、で、ここで特に当時かなり、貸し本屋の流通の大元にあったのは阿蘇の内野牧というところ。ここに結構貸し本が集まってきて、で、膨大な量の貸し本の山もその貸し本屋の中に眠ってた。でもそこ営業をやめたと。で、そこでどこかで聞きつけたマンダラケがですね、私も目をつけてたんだけど、そこの娘には私もしっかり粉をかけてて、父さんがこれを処分するということになったらぜひ声をかけてねと言って、その時期を待っていたらね、いきなり東京からトラックで、乗り込んできて、ダバババババッと。ところがその頃、ハイエースだったりですね、積み切れないわ。で、もうこれはいらんという途中で捨てていった。それが小島宝石なんですね。小島宝石はマンダラケからも見放されていたと。なるほど。で、今だったら結構値がついてますけど、当時は小島の値段っていうのはかなり安かったですよね。ですから、作者の、もちろん有名なところはもうすぐに、いわゆる石森だの、手塚だの、白戸だの、水木だのというのはもうパーッとなくなるんですけど、マイナーな作家が私は好きなんですよ。もともと梶原の相性がいいのは、やっぱ彼がずっと子供のから見ていた歌舞伎とかですね、そういうのが多いんですね。歌舞伎の有名な話のオカルト寛平とかですね、それから江島生島とか、多くの話とかですね、ものすごく優しい人で、結局最後はロマンで、この悲劇で終わってしまう話が多いんですけど、絵の流れからして、とにかく花びらがパーッと流れる絵はとても美しい絵なんですけど、ただ60年代の劇画ブームというのは、そういうそのやわなものはいらないわけですよ。むしろ男臭くて、はい、力強い要素を求められる、ね、小島もあんまり、最初のうちはかなり苦労したと思いますよね。
でも後でもうそれしか書けなくなっちゃったね。ちょうどその端坂駅があの忍者もので、あのおぼろ、おぼろというくの市を中心とした、これがちょうど端坂駅で、女性の顔も体も美しい、男もいい男、これがだんだんこの男中心になっていくというところで、こじれ狼で出てくる女性というのはもうほとんどがもうメインじゃなくなってきます。あの男ですよね。まあ、ピーの青春はそのちょっと戻ろうとしている、というかもう小面え狼の路線ではないものを求めようとした時期だですかね。漫画の例えば歌詞文などのね、あのもう補完資料としてはすごくこれから大事になっていくんじゃないかなと。それはあのこれからこう消えていく、こう崩れていく、そういう古い漫画の保管とかそういうことについて何か考えは、まずあの保管よりもこの収蔵が先なんですね。まず集めてくるというのは、というのは歌詞漫画を集めている世代というか我々の世代なんですね。リアルタイムで読んでいる人は、で実際今よくメディアで出てくる歌詞音研究家というのはもっと若くてですね、自分で読んだことがない人たち、でもその絵に惹かれて、そういう人たちはきちんと保存してますけど、我々の世代っていうのは、まあ、読んだものはたまたま残してるだけで誰も共感してくれない。もちろん家族なんか理解してくれませんから、もう邪魔でしょうがないですから、もう我々の世代どんどん高齢化してお金もなくなってくると保管ができなくなって、ある日突然全部捨てられると、その捨てられるのを防ぐためにとりあえず、まあ駆け込みでなんていうかね、どっか一時保管所、緊急避難的な一時保管所をどっかに作って、そこでまず集めておくと。まあ集めるスペースはまあこんなところでもいいんですよ、屋根さえあれば。そしてそのうち、今度熊本大学あたりでも本格的に乗り出しますけど、文化的に資料の高いものはちょっと大きなところで保管していこう、そういう動きが今流れとしてありますから、もうちょっと待てばそういう流れになります。ただ浮世絵と同じで、今かなりの量が海外に流出しているんではないかですね、カシオンは。ありがとうございます。